小明は中華民国の軍人、雲南派の有力指揮官。民国初期においては、孫文を補佐した。字は、おさむさん。なお、同じく中国同盟会に属し、後に、光康会の六君子の一人となった小明は、同姓同盟の別人である。雲南悠久師範学堂を経て、雲南陸軍工部。また、この時に中国同盟会に加入している。 1911年10月の昆明19期に革命派として参加した。1912年3月、東欧次行に随従して、奇襲入りし、以後、県軍において昇進した。五国戦争で軍港を挙げ、1916年6月には県軍第三混成旅旅長となっている。その後、県軍の大文化の下で、五方戦争に参戦する。 1920年、東欧次行、大文化から、重慶樹司令に任命された。同年に、紀州で、民旧事変が発生したが、小明はこれに参加を望まなかった。1921年、小明は、孫文の縁桂に参加し、縁桂県軍総司令に任命されている。この時、新興生派の理想人、白、高敷とよく連携し、交流が深まった。 しかし、1922年、東を継ぎ、行の雲南復権に際して、谷正友による孫文への残言があり、子明は孫から妻にされてしまう。子は、やむなく雲南へ戻り、一時引退した。その後、党の下で、非軍第四軍軍長兼雲南憲兵司令として、復帰している。1927年2月、東を継ぎ行が、龍空も、 コアカグラヨンチンジュ氏の平変で失脚した。コアキラは、雲南省、ストム委員開候保委員に任命される。同年6月、コアカグが竜を奇襲、捕獲する事件が発生し、再び、雲南省内は、混乱に陥る。竜拝下のロカンラの要請を受けた、コアキラは、国民革命軍第38軍軍長として、擁立されることに同意した。小アキラは、 本命に迫って、小赤カグに龍を解放させ、これを復権させている。さらに後には、龍のために、小赤カグらの軍を追撃、駆逐し、その雲南支配の確立に貢献した。龍雲による雲南平定後は、小明キラは前線指揮官の地位から退く。以後、20年以上にわたり、雲南省政府委員を務めた。その一方で、国民政府三軍どころ、三軍。 雲南金融整理委員会委員長、政権国民大会代表、雪のり国民大会代表などを歴任している。日中戦争後の1945年10月に、劉が中央軍に混迷で包囲され、雲南省政府主席から罷免されそうになると、小介石の依頼で、小明は、その投稿を説得する役となった。1949年1月、小明は、 完全に引退し、混迷郊外の温泉郷に隠居した。国民政府からの台湾業の誘いも断り、中華人民共和国成立後もそのまま同地に止まっている。1961年4月3日、隠居先で小明は病没した。去年73、ありがとうございます。